日本レコード協会は27日、加盟全社の集計による2023年の年間音楽配信売上実績を発表した。年間売上は、対前年比 111% の1165億円となり、2005年の統計開始以来最高額を2年連続更新。10年連続でのプラス成長及び6年連続の2桁増を記録した。音楽配信売上の伸長を牽引しているのがストリーミング、音楽、音楽ビデオ、広告収入を合わせて1056億円、前年比 114% となり、年間売上において初となる音楽配信売上全体の9割を超えた。